じゃあ今日は最近また寝る前にね、アニメを見てて、そのさ、最近寝る前に慶應を見てるんですよ。で、その慶應を改めてこう一期の最初から見ると、この主人公のゆいちゃんとね、妹のういちゃんの関係が本当に素敵やなと思って、もうめちゃくちゃほっこりしながら寝てるわけ、最近。で、そのゆいちゃんが妹のういちゃんに向けて作った曲を歌います、今日は。リクエストありがとう。「もし君が帰ってきたらとびきりの笑顔で」
今日は軽音の放課後ティータイムの You and I っていう曲でした。とても素敵な曲だよね。は、虹色さん、虹色さん、すごい、ようちゃん、おさぴーさん、のりたま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 、はあ、のりたま、めっちゃくれてる、のりたま、リラックマ、おさぴーさん、たくさんいただいてありがとうございます、ミラボ。おさぴーさん、虹色さん、佐々木さん、かんちゃん、拍手ありがとうございます。風林さん、ガンちゃん、ファントムさん、コレポンさんもありがとね。ではでは、夜遅くまでありがとうございました。また明日ね、おやすみ。5、4、3、2、1、バイバーイ、ありがとう。